誰も覚えていないことは存在しないことになるのだろうか。私には小さい頃の記憶がない。私がいた島のこと、住んでいた家のこと、そして父のことも。私たちが神隠しにあった以前のことは何も思い出せない。一緒に見つかった4人もあの時のことは覚えていない。かすかに思い出せるのは一つの旋律。音楽とともによみがえる記憶のかけら。この記憶は神隠しにあったうちの二人。まどかは岬と島に行くと私に告げ、戻ってない。あの島へは近寄らないで、ルカ。お母さん、知らない方がいいこともあるの。でも私は確かめたい。あの時何があったのか。そして失った記憶の先に何があるのか。
これは。
信じて。Thank you.
こっち。回りました。どうですか、気分の方は。わかりません。気がつくと廊下にいて、月が見えて、月を見ると少し落ち着くんです。いつからですか。前の祭りの後からです。祭りが終わってもまだあの感覚が続いているような。それはどういう。どんどん自分が溶けてなくなって、何か忘れてはならないことがあったのに、何かを忘れたことも思い出せなくなっているような気がするんです。そうか。まずこの薬を安心してください。必ず解放に向かいます。あの音楽は何です。あの音楽を聞くたびにまた、やめてください、やめて。わかりました。あなたには特別な治療をしましょう。